こんにちは。これはですね、私がちょっと考えてみました。便利メモという、ID とか、パスワードとか、暗証番号を管理していきたいなと思って考えてみたソフトの紹介になります。そして、そういったソフトっていうのは、市販にもたくさんあるわけなんですけども、実際にデータをどのように管理してくれているのか、どのように管理されているのか、また、どんな風なセキュリティで大丈夫だよっていうところら辺がですね、なかなかこう明確になって、ただ便利だよとかっていう話でですね、やっぱり、どんな風になってるかっていうのがわからないと、私ではこうちょっとなかなか怖くて使えない。そんな中でですね、こんな風にしたらいいんじゃないのかなというところら辺を、自分なりに作って、ここでちょっと紹介したいなと思いまして、何かその辺で、これじゃダメだよとかですね、そんなことあったらまた、ぜひ、連絡をください。そしてですね、このソフトを作っているのは、この辺に出ているとは思うんですけども、バンディカムという無償版でちょっと作らせてもらっているものですから、途中でこう切れたりですね、これ10分しかできなくてですね、途中で画面がこうおかしくなったりしますけども、その辺はご容赦願いたいと思います。それではですね、まず用語なんですけども、一応区分1、区分2ってここに区分1プラス区分2があるわけなんですけども、これは何を意味しているかっていうと、今これ仮に入れてあるデータがあるわけなんですけども、こう押してみるとですね、ここ今押している間、ここをこう解読するわけなんですけども、ここはですね、区分1にはこう YouTube、このスラッシュまでが入ってる。こういうことを入れてやる。まあ基本的にですね。で、区分2には、パスワードとか ID とか暗証番号とかなんかそういったことを入れてやろうと。で、あえて決めてはいないので、区分1、区分2という話にしてあります。そしてですね、この区分1のこの Y ですね。これの一番最初の文字をここにこう出しています。でですね、まあ、これらの実際の暗証番号、これはパスワードになるわけなんですけど、それがこの記録部に当たる部分にこう入れると。で、今はあくまでもこう、シミュレーションの時に1を10個入れてあるわけなんですけども、これらをですね、暗号化したいわけですよね。今もう暗号化ここでされているわけなんですけども。で、どんな風に暗号化していくかっていうことはですね、ここの、区分1。まあ、この文字すべてなんですけども、ここに U がありますよね。あ、U じゃない、Y が。で、1文字1文字、文字を変えていくわけです。もちろんこちらもすべて。で、その時にですね、決められた文字に変えていないんですよね。Y が例えば3になるとか A になるとかスラッシュになるとかっていうことは決まっています。あくまでも決まっているには、後で、解読できなくなりますから、ありますけども、基本的に決まっていない。ですから、どんな風になってるのかっていうのは、こう、わからない。わからないというか、ハッカーとかそういったものにあった時にも、まあ、解読できないでしょう。そしてですね、当然こちらもそういう風になって、1も、これも全部変わってる。そして、区分1と区分2と、この記録部をですね、疑似簿に変えちゃった後に、それらに、不明の文字列を適当な数だけまた追加しましてですね。それを今度並び替えてしまう。そして、それがこの文字になる。で、基本的にはそういった、こういった文字と、ここにこう YouTube で出てきているものが、こう、いちいちって出てくる、押すと出てくるんですけど、こういったものっていうのは、テストでは、この表示されたりですね、中に、内部的には、しまっていない。あくまでもしまってあるのは、基本的にこれだけだと。これを今押した時に初めてここでプログラム的に動かして転化してここに表示する。ここもそうですね。押した時にだけこう転化して表示する。で、まあ、
こういったのも、これはもちろん、今入れてるはあるんですけども、テキストには入っていない。テキスト的に何か持っているっていうものはないです。で、そういったものがあると、やっぱりすぐ分かってしまうっていうところがあります。そして、今、ここに、111とあるわけなんですけども、まあ、この中を見てですね、これ、今言ったように、111なんか並ぶとこはありませんし、同じようにですね、ここは、こう、Yahoo のパスワードとして、またここも111、同じように入れてあるわけなんですけども、これとこれがいかに、こう、一緒の部分がないか。ここも同じです。111。まあ、これ銀行になってるんですけど、銀行のパス。で、見ても、もう全然、並び方が違う。で、これらをこういうふうに並べるためには何かのこう、キーワードが必要になるわけなんですけども、それはですね、このソフトを立ち上げるときに、USB メモリーを使うわけなんですけども、それをこう、パソコンに入れるとですね、Windows がですね、Windows 自体がその、入れたためで、ものを管理するためにですね、シリアルボリュームナンバーというコードをこう作るわけなんですけども、そのコードをソフトを立ち上げたときに呼び込んで、それで解読して文字が一致したらば、このソフトが立ち上がる。そしてそのコードをもっともっとこう加工しましてですね、それをこういうふうな疑似文字にする一つの手段に使ってますから、メモリースティックがない以上、まずこれを、解読するってことは不可能になる。ないものはいくらやってもこう無理かなと。で、中に何か持ってると、やっぱりそれは、プログラム的に解析していったりできますけども、ないものはやっぱり解析できてるのかなというふうに、そんなふうに思って作ってみたんですけども。まあ、一応そんな風になって立ち上がる。後でまた立ち上げ方ちょっと見せますけど、ね、もう紹介しますけど。でですね、今大体こう言ったところは分かってもらったと思うんですけども。じゃあ、一応新しいデータをちょっと入れてみます。で、新しい、今5番、まあ2番はちょっと今、見えてないんですけども、5番がありますけども、ここ以外のものをちょっとここに入れていくと。で、入れるときにはこの、記録の追加っていうボタンを押すわけなんです。ここを押すと、まあ、新しいこの追加画面というのがここに表示されます。そして、区分1、区分2に、まあ、先ほど言う記録部ってこう出てくるわけ。ここに新しいものを入れて登録していくわけなんですけど、一応ですね、これもプルダウンリストからこう、今入ってるものをここにこう、表示してます。で、これもですね、こうやってやったときにはもう、リストはなくなってる。こうやって見たときにはありますけども、こうやってやったときにはメモリーの中にはもちろんありますけども、テキスト的には持っていないというところへんで、まあある程度こう安全にしているのかなというふうに思っています。じゃあここに一応ですね新しいものとしてですね、まあニフティとちょっと入れてみますけども、まあ今。スペルは別として、まあ、ニフティと、ここに入れましたね。で、じゃあ、この何を入れるかということで、まあ、パスワードにしましょうね。で、ここには、じゃあ、AAA の111の、例えばです。スラッシュ。今入れて。この文字数っていうのが今、ここに入ってきているわけなんですけども、ここに入れられる文字数っていうのは、一応ここに書いてあるように120文字以内だったらば、不明文字にして、また、不明化したり、解読したりできるという話になります。で、今、実際っていうか、こんな風に入れてみたんですけども、本当に、あれだ、安全を考えるんだったらば、ここに言葉で、ローマ字にはなるんですけど、例えば、私の最初に乗った車のナンバーとかですね。大事なカメラがありましたら、カメラのシリアルナンバーとかですね。そういったものに入れとけば、より安全かなとは思いますけども、まあ、そこまで考えなくてもいいかなと思います。そしてですね、これを今、こう、入れたものを不明化するわけなんですけど、これ不明化する。
そうすると、今の文字列が先ほど言ったような話で疑似文字になってバラバラに並び替えてこんな状態。で、これを、可視化してやれば、今入れたようなニフティのパスワードの AA の111のスラススラススラス。ここまでが今、解読した文字になってる。押している間だけしか、こう、表示しないんですけども、そういう風になってる。で、もっとこう、押してってやると、今度も文字が今ここ変わるんですけども、変わりましたね。また、全然変わってます。で、これでも、同じように、当然解読できる。そしてですね、これを登録してやる。そうすると、ここに6番という新しいものができてきまして、そして、登録は完了しました。とりあえずここは今回は範囲にしますけども。で、まあ当然この中身を見てやれば、ニフティのパスワードで、さっき言った A が3つの、1が3つの、スラッシュが3つだよ、というようになります。そしてですね、やっぱこういったパスワードを管理していく中で、前に何使ってたのかという、こう履歴ですね。それも非常に、大事だと思いますので、それも意外と簡単に見れるようにしてあります。そして今、ここで2が1、2、3、4、5、6と、2がないわけなんですけども、私はまあ分かっていますので、探していけば見つかるわけなんですけど、一応、ここにレコードをこう選択しといて、ここで、変更履歴確認の中で、今選択レコデータとして、こうやってやってやるとですね、ここに集まってくるわけなんですね。これが、これ今5番で集めたわけなんですけども、これが集まってきたものが9のデータになっているわけなんですよ。で、これ、じゃあ9は何だったんだって見てやれば、111だったものを、真は、まあ、2を追加してますよという話ですね。で、ここに、この5番というのが、これのデータ、上のデータを作った旧のデータはこの日付になるわけなんで、そしてそれをですね、5番に変えましたよと。で、5番が新しくなっていると。それがこの日付になっていくというようになっています。で一応これ、元の画面というか新しいものだけに今なったわけなんですけど。で、ここを押してやれば、旧も全部見れるという状態になります。じゃあ、この6番を今度は変えてみようと、さっき言った、AA の111のスラッシュですね。ニフティですね。そうすると、この時には、記録の更新というボタンを押します。で、今6番で、よろしいですかって出てますので、はい、押しますよね。と、ここへ、今、先ほど、失礼しました。今、バチンって言ったら、時間が来て、バンディカムが今切れましてですね。今また、立ち上げまして、今、画面出したわけなんですけども、ちょっと話が途切れるところあるかもありませんけど、一応、ここに先ほど言った6番がこう、データが入ってきてる。で、まあ、ここを変えれば、全部変えてもいいし、なんか追加してもいいし、っていう話になる。だからここに例えば、77を入れて、まあ見れば、7が2つ増えました。で、これで、不明化してやると。で、まあ、ここも、今、7が2つここで増えたわけなんですけど、ね、これで、不明化してやれば、まあ、いろいろ文字が変わってくると。で、これで登録してやると。そうするとですね、ここに、まあ、自動的に今、全データを表示してます。で、今、6番を、カーソルが言ってみまして、これを直して、7番ができたというところがこう、7番ができましたよっていうところが見えると思います。これで OK を押してやれば、新データになってしまう。で、ここになると、ここに、まあ、N というのが、あ、これ、さっきからあったかもわかりませんけど、まあ、N がもうあって、N も、ニフティですけども、抽出できるというような話になります。ちょっと長くなりますので、ここで一旦止めたいと思います。そしてですね、ここにコピーというのがあるわけなんですけども、これが、クリップボードにコピーして、まあ、他のものに貼り付けるというようなものになっているわけでして、とりあえず一応、
あの、マイコンピューターを今、あ、マイコンピューターになります。どうしよう。エクセルを立ち上げます。エクセルを今立ち上げまして、今、あの、先ほど入れたコードをコピー取りますね。そう、あの、今、もう貼り付け準備完了ですよっていうメッセージが出てきますので、ここで貼り付けてやると。と、ここに、まあ、ここの文字が貼り付くわけですね。当然もう一回やれば貼り付きます。で、これ OK を押してしまえば、もうクリップボードにやっぱりあの、ずっといつまでも保管しておくっていうのは怖いですから、あの、もうデータをなくしていると。で、あの、どこでもす、もうこれ、解読しなくてもそのままコピーとやれば、ここで貼り付けることができると。これ、あの、今、こういうような文字になっているんです。当然、これ、エクステンダー文字になってるんですけど、まあ、これ多分、OK 押せば、あ、ダメですね。でも、これ、エクステンダーで、実際には、この文字が入ってますね。というふうになります。そして、これ、OK を押せば、これはもう、また、当然、貼り付けなくなって、クリップボードを空にしているという状態になってます。次ですね。今、あ、いいえ、はい、エクセルを閉じました。で、これが今、コピーの話になります。で、あと、その他の機能としては、ここに一応、さっき、これと、記録の追加と記録の更新までは説明してありますので、あと、機能の操作っていうところで、まあ一応、印刷データを、このデータをですね、ちょっと加工しまして、印刷できますよ。まあ、種類を選べて印刷できますよというところへんがあるのと、そうですね、このデータが、古いデータが溜まってきたり、まあ、いらなくなったりしたら、消していきたいし、何かあったら全部消しちゃいたいっていうところへんもあると思いますので、その辺の処理が、ここの、まあ、もちろん初期化とかですね、そういったことができるような画面がここにあります。で、一回標準画面に戻ります。あと、実際、便利メモのちょっと立ち上げ方を見てください。一回、便利メモを終了します。でですね、時間大丈夫かな、ですね、マイコンピューターをちょっと立ち上げます。今、これ、私のマイコンピューターなんですけども、C ドライブ、D ドライブ、E ドライブ、F ドライブと、今、CD ドライブという、まあ、このドライブが出てるわけなんですけども、あとですね、ごめんなさい、これ、便利メモのショートカットなんですけど、これ、立ち上げます。と、まあ、メッセージいろいろ書いてあるんですけども、内容的には一回読めばすぐ分かって、文章に書くとこう多くなってしまうというところがあるんですけども、で、これで、開けばいいわけなんですけど、開くとやると、まあ、こう、リムバル図鑑を見つけれません、という話になるわけですね。で、いくらやっても当然、開けません。でですね、開くときに、HD のシリアルボリュームナンバーももちろん見てます。ですから、かなり安全ですよね。で、それは合ってるんだけども、もう一個、リムバリディスクが見つかりませんよっていうような話になってます。でですね、今からリムバリディスクをちょっとパソコンに入れます。今入れましたね。と、Windows がこういったメッセージを出すわけなんですが、こういったものが出てから、これを消してから、キャンセル、今押しますけど、消してからとかっていうような操作がここに書いてある。で、ここに今、リムーバルディスクが入ってきたら、あ、これ見えないか。ここにリムーバルディスクが入ってきてるわけなんですけど、こうなった状態で、開いてやれば、今もう、照合終わったので、リムバルディスクは危ないから、まあ早く抜けというようなメッセージになるわけなんですけど、これでリムバルディスクを抜きますけども、今ここにあるものが、今抜けましたね。で、まあ、マイコンピューター閉じちゃいますけども、ね。で、これで、OK とやれば、先ほどの画面が、まあ先ほどというか、登録してあるのが全部開いてくれる。で、これはですね、リムーバルディスクをこう入れるとですね、
Windows がシリアルボリュームナンバーというのをこう持つわけなんですけども、それをあのパソコンの内部でソフトで取り上げて、加工して中にある、まあ、ここにはちょっと表示されてない隠れた部分があるんですけども、そこと照合して、それがちゃんと解析できたらば、これを開きますよっていう話で、あくまでもこの、リムーバルディスクのナンバーもこの中にはしまってはありません。で、リムーバルディスクっていうのは当然、当然というか、同じパソコンで同じ、こう、記憶媒体の中で入れてやれば、いつも同じ番号を出してくれるけども、当然違う、メモリを入れたら、また違う番号が出てくると。また、その番号は、これはリムーバルディスクに入ってる番号ではないもんですから、他へ持ってって、入れれば、当然違う番号になってしまうし、っていうところら辺で、の、こう、セキュリティを考えてあるというところになりますね。で、あともう一個は、ヘルプなんですけども、ちょっと、見にくいかもわかんないんですけど、まあ一応 HTML で、基本操作とかですね、記録の追加とかで、どういったことかとかっていうところら辺がこう、ずっと書いてある。のが HTML でありますよというような話になります。端折った話にはなるんですけども、一応これでこの紹介は終わらせていただきます。いろいろありがとうございました。長い間付き合っていただきまして。でですね、本当に何かこういったところおかしいんじゃないとかっていうところへんありましたら、ぜひ転落というかメッセージ入れてください。また考えていきたいと思いますし、いいものにもしていきたいなと思ってますので。じゃあ失礼いたします。ありがとうございました。